目撃って何を教えてくれませんでした。好きな恋じめですかね。どう思います？いや、どうも。泣いて頼んだら見せてやるよ。嫌なやつ、グミンめ。延長コードはどこに持っていかれたんやろ。貼り付けにしとるとこに延長コードあった？なかったかな。あとはもう何もないんやない。まだ何かあるんかな。なんか会話終わったけど。あのさ、戸上くん、僕にも見せてもらってもいいかな。そのジェノサイダー小事件のファイルをさ。まあいいだろう。泣いて頼んではいないようだが、まあいいだろう。この場所で見る分にはかなまん。持ち出したりしなければな。なになになに。マーダーケースイズオブジェノサイダーショートップシークレット。戸上くんから受け取ったファイルを緊張した手つきでめくっていく。そんな僕の手が止まったのは、一連の殺害現場の写真が集められたページだった。おう、貼り付け。ジェノサイダーショーに殺された犠牲者たちの名前が何ページかにわたってずらりと並んでいる。お、きっちり書かれとるやん。被害者は会社員原田健。殺害現場は被害者の自宅駐車場。全身を数箇所鋭利な刃物で刺されている。貼り付けに使われたハサミと同じものだと思われる。同様に現場には必ず血みどろフィーバーという血文字が残されている。無職庄司なんちゃら。殺害現場は人気のない工場跡地。全身を数箇所鋭利な刃物で刺されている。ん、なんか同じこと書いてる。おー、同じこと書いてるね。凶器となったハサミはどれも特殊なもので、殺害現場にあるものは同じ形で統一されている。へえ、同じ型なんよ。変わった形やね。特注原田健32歳本田哲弘17歳、庄司岳23歳、菅野菅野一世14歳、吉田たけし30歳。年齢もみんな一緒。男しか殺してない。小松菜太郎かな。郷野武文、本田洋次、岸田恵里夫、辻治、内田直久、高志政宗。どっちも名前みたいな人やね。夢島よしと、キリがない。だけど少なくとも分かったのは、これら大量の犠牲者たちは全て同じ方法で殺され、同じ方法で貼り付けにされているということ。そしてそれらの現場には必ず、血みどろフィーバーの血文字が残されているということ。その次のページも見てみろ。そこにも面白いことが書かれているぞ。次のページ。また震えてる。プロファイリング結果。一連の犯行は平日の深夜、もしくは休日の昼間から夜にかけてに発生。最も頻度の高いのが休日の昼過ぎ。以上のことから犯人は学生であるとも推測される。また、現場には犯人が長く居座ったような痕跡とともに、取り乱しながら現場から逃げた痕跡がある。長く居座ったような痕跡とともに取り乱しながら現場から逃げた？でも長く居座ったんよね。とっさに逃げたわけじゃなくて。まあ、とっさじゃないわな。貼り付けたり、いろいろしないけん、めちゃくちゃ作業しよるよね。目撃者の報告もないことから、犯人は外的要因もなく、これらの奇妙な行動をした模様。これらの支離滅裂な行動から、犯人は重度の乖離性同一性障害の可能性があるとも考えられる。乖離性同一性障害？多重人格？要は犯人は多重人格者の可能性があるということだ。多重人格者ってテレビとかで見るあれ？これもまた現実離れした話だけど、でも今までのことの方がずっと現実離れしてたんだ。それくらい不思議じゃないのかも。麻痺してんのか？そっか、多重人格者ってことは、今一緒にね、ここで生活しよるメンバーも自分がジェノサイダーしようってことは知らずに生活しよる可能性があるってことなんかな。
やとしたらめちゃくちゃ本人的にもショックよね。ジェノサイダー氏を事件ファイルを手帳に記録しました。言霊メニューで確認できます。行くぞ。ではそろそろ行くとしようか。え、行くってどこに？ここから出るんだよ。もうこの場所に用はない。あ、ちょっと戸上くん。勝手に歩き出した戸上くんを追いかけるようにして僕も図書室を後にした。さっきのを見た限りではやっぱり男の人しか殺してない感じがするけん、やっぱそこもね、今回のあの確実に藤崎ちゃんは男っていうそこに繋がるのでは。さてと、お前とはここでお別れだ。俺は学級裁判までにやっておくことがあるんでな。まだ誰一人として性別について触れてないやろ、藤崎ちゃんの。まあ女と疑ってない気にやろうけど。え、そんな急に？お前の相手をしている暇はない。おいおい、迷惑かつ気持ちの悪い勘違いをしてくれ。ずっと一緒とでも思ったのか。あとは自己責任で何とかしろ。自力で捜査を進めるんだな。じゃあな。そして彼はそのまま僕の前から姿を消した。誘ってくるのも唐突なら別れるのも唐突。結局散々振り回されただけだったような気もするけど、でもそんな彼のおかげで重要な手がかりを手に入れたのも事実だ。ジェノサイダー翔、それが藤崎さんを殺した犯人、そしてその殺人鬼は僕らの中にいる。ね、それさ、主人公っていう可能性はない？だってここだけさ、超高校級のなんとかっていうの何にもないわけやろ。まあなんかあるんやろうけど本人は気づいてないことなんやろ、きっと。超高校級の殺人鬼なんやねん、ここ。その正体が誰なのか、なんとかしてそれを突き止めないと。そのためにもう一度捜査すべき場所は、まずは現場の女子更衣室だな。ついでに隣の男子更衣室も見ておこうかな。それと他のみんなからも何か情報が得られるかもしれないな。いろいろと話を聞いてみよう。てかさ、何？あの前日のさ、サウナにこもっとったあの二人はマジで何もないわけ？何かが起こったけんあんだけ仲良くなっとんやないん？と思うんだけど、違うんすかね？何か隠してそうじゃなかった？あ、やっほー山田くん。リラリラリー、山田は犯人の証拠を発見したにやろ。なんか、またパラメーターが上がったぞよ。ちょっとあの、語尾を統一してもらってもよろしいかな。犯人の証拠って何を見つけたの？そいつはまだ言えねえがな。ただ、これは確実に犯人の息の根を止める証拠のはずだ。本当かな？そうそう、確かセレストラも何か目撃したとか言ってましたっけな。目撃って何を？教えてくれませんでした。好きな子いじめですかね。どう思います？いや、どうも。それで、そのセレスさんはどこにいるの？寄宿舎の倉庫。確かあそこにいたようないなかったような。どっちだよ。寄宿舎の倉庫ってどこだ？まだ調べることが残ってるはず。ああ、まだこのままでは行かせてくれんわけやね。後から行けってことか。キリキリさん。捜査は進んでいる、ええ、大体ね。だけど私はもう行かないと。捜査以外にやらなくちゃいけないこともあるし。捜査以外にやらなきゃいけないこと？それって何のこと？そう、あなたが気にすることじゃないわ。あなたはこの殺人に集中してればいいの。でもじゃあ最後に一つだけ教えてあげる。藤崎さんの下をよく調べ直してみなさい。それと藤崎さんの電子提出帳がなくなっているわ。その行方を突き止めておいた方がいいかもね。じゃあね。それだけよ。健闘を祈るわ。と、本当にそれだけ言って、キリギリさんは女子更衣室を後にした。死体を調べ直してみろか。それに、藤崎さんの電子テスト帳がなくなってるって？確かにそれも気になるな。藤崎の電子テスト帳を手帳に記録しました。言霊メニューで確認できます。死体の調べ直し。キリキリさん、死体を調べ直せって言ってたよな。詳しくって言われても、僕なんかじゃ限度がありそうだけど、やるだけやってみよう。藤崎さんの両手、ロープのようなものでも結ばれている。このロープを使って貼り付け状態に吊るされているみたいだな。って、あれ？コンセントがついてる。あ、延長コード。
じゃあこれってロープじゃない。でも冷静になって考えてみると気になるのはそれだけじゃないぞ。藤崎さんの致命傷ってこの頭部の打撃なんだよな。つまり頭部を殴られて殺されたってことだよな。貼り付けの件といい致命傷の件といい、最初見た時は特に違和感はなかったけど、ハサミじゃないんか。ジェノサイダーの資料を見たって調べてみるとどうも引っかかるな。これってどういうことだ。死体の状況を手帳に記録しました。言霊メニューに確認できます。とにかくその謎の答えにつながりそうなのは藤崎さんの貼り付けに使われているロープのようなものの正体だ。これに関してはもう一度あの場所に行って調べてみた方がいいかも。ついでにもう一度だけ例の事件ファイルも見ておきたいしな。ふんふん。ということはもう一回あの資料室に、まだ、次は男子更衣室を調べろと。でもこっちでは事件起こってないよ。ねえ、こっちにさ、なんか、男性アイドルのポスターみたいなの貼ってない？これ。更衣室逆なんやないの？でもやとしたらさ、ここに来た最初の時から反対ってことよね。待って、どういうことだ？わからない。最初からずっと反対ってことよね、それ。どういうことだ？この仕掛けをするために最初から、犯人が反対にしとったとか？もう最初から殺す気満々でさ、まだ事件何も起こってない頃から。あれ？このポスターって、女子に人気のアイドルグループ、トルネードのポスターだ。あ、なるほどね。嵐的なやつってことね。なんだか男子更衣室にはふさわしくない感じだな。でも待てよ。そういえば向こうの更衣室のポスターって、そうだ。これって変だぞ。どう考えても変だ。男子更衣室のポスターは女子に人気のアイドルグループで、女子更衣室のポスターは男子に人気の巨乳アイドルなんて、ひょっとしてポスターが入れ替えられてるとか。だとしても誰が何のために。誰か更衣室に詳しい人に確認してみた方がいいかもな。更衣室に詳しい人って何？二つの更衣室のポスターを手帳に記録しました。言霊メニューで確認できます。更衣室を変えたんじゃなくてポスターを入れ替えた？でもポスターだけ入れ替えても意味なぁ。こっちで殺された？なんかこれ拭いたような跡がない？超雑やけど。これ確実に何も消せてないけど。カーペットに謎のシミがある。これは何のシミだ？男子更衣室のカーペットを手帳に記録しました。言霊メニューで確認できます。こっちで殺されたんやない？こっちでガッて殺されて、で、ポスターに血がついて、だってほら、まあ、私は最初から言うけど、藤崎ちゃんは男やけん。でも誰もおらん時間帯に男子更衣室で体を鍛えよって。ってことはやっぱり、あのサウナの二人組は藤崎ちゃんの秘密、その時に知ったってことよね、きっと。で、その時に知って、男同士の友情が芽生えたってことよ、きっと、藤崎ちゃんとの。なるほど、きっとそうやね。裏切られたとかじゃなくて、お前男やったんか、みたいな。みたいな感じの友情が芽生えて、やけん、秘密を知ったけど、まだあるの？秘密を知ったけど、誰にも言ってないんじゃない？あれか？まだ話を聞いていないからか、一人。さくらちゃんの。大神さんってよく女子更衣室でトレーニングしてるんだよね。そうだな。ここが使えるようになって以来、ほぼ毎日来ている。たまに朝日さんにも付き合ってもらってな。だったら聞きたいんだけどさ、女子更衣室と男子更衣室のポスターって入れ替わってたりしてないかな？すまない。すまんが記憶にないな。ポスターなら注意して見たことがなかった。そっか。されど。この更衣室に関して言えば、少々気にかかることがある。我はトレーニング後にプロテインコーヒーを愛飲しているのだが、プロテインなんかあったんだ。ああ。倉庫にな。安物だが我慢するほかあるまい。
それでプロテインコーヒーを作りトレーニングを飲んでいるのだが、先日それをカーペットにこぼしてしまって、その際にシミを作ってしまったのだ。カーペットも入れ替えられとるってこと？じゃああれは血の跡ではないんや。で、向こうでは、ん？向こうでは血はこぼれてない？うん。壁に飛び散っ、壁ってかポスターに飛び散っただけってことかな。シミ？でもここの女子更衣室のカーペットにはシミなんてないみたいだけど。そうだな。我もさっき気づいたのだが、そのシミが消えてしまっているのだ。おそらく誰かが掃除したのだろうが、それにしてはやけに綺麗だと思わんか。まるで最初からシミなんてなかったかのようだ。まあでも掃除をしたとしたら完璧にするやろうけん、あ、ここシミがあったんやなみたいな状態にはせんくない？普通一般家庭やったらあるかもしれんけど、一応施設やん。消えたシミを手帳に記録しました。言霊メニューで確認できます。あ、ここに血あったね、そういえば。なるほど、そっか。床とポスターに飛び散って、でも、こっちで殺した風にするために、ってことはあれか、犯人も、藤崎ちゃんが男っていうことは、秘密にしておいてあげよう、みたいな、そこの気持ちはあったってこと？でもあれよね、死んだんやけん、死体、めっちゃ調べられたら、あれってなるよね。警察じゃないけんそこまで本格的に服脱がしたりとかはないかもしれんけど、でも気づかれる可能性は高いよね。どうかな、もういけるかな。じゃあとりあえず出ます。で、もう出れるか。あ、それとももしかしてここにさ、電子生徒手帳。こっちは男子更衣室のカードリーダーだ。でも今は鍵がかかっていない。なんもなかったわ。あ、出れた出れた。それじゃあ、ちょっと一旦、図書室の、資料部屋に行こう。あれ、戸上くんここに戻ったんかと思ったけど違うんや。ね、ここの扉ね。絶対これやって。延長線。木箱の中身は体。延長コードが入ってたんだったな。それだけ？え、それだけ？他には何も、ないんすか？あの、どこや？あの、え？どこ？死体の状況、これよ、これこれ。え、これ調べたらわかるんかと思っとった。あ、この電気の方かな。電気スタンド。ここに置いてあったものを戸上くんが向こうに持っていったのか。向こうは薄暗いもんな。あれ？あ、ここか？これかな？机の上にはみっちりとホコリが積もってる。事件に関係ありそうなものはないか。え？ないの？ないんすか？あれ？スイッチが入らない。そっか、電源が入ってないんだな。この距離だと電気スタンドのコードがコンセントまで届かないんだ。でも前に見た時は電気スタンドはこの位置で使われてたような。延長コード、そうだ、あの時の戸上くんは延長コードを使ってたんだな。でもその延長コードは今はない。じゃあもしかして。図書室の電気スタンドを手帳に記録しました。言霊メニューで確認できます。そう、そのまさかよね。確実に。え、まだ調べることある？マジで？え、そのファイルはどこにあるって言った？この辺か。もう一度ジェノサイダーショーの事件ファイルに目を通してみよう。確かこの辺に。あれ？なくなってる。誰かが持ち出したのか？でもそんなことができるのって、戸上くん以外に考えられないよな。じゃあ、戸上くんを探せってことになるんかな？